東京浜松町文化放送のスタジオから生放送でお送りしております田村敦史のニュースクラブ。ここからはメールコーナー敦史の部活です。今日はこのゲスト、このコーナーにゲストがいらっしゃいました、野沢直子さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあねこの間ちょっと会ったばっかりなんですよね。そうです。全然お久しぶり感もなくねワイドナショーで会って会ったばっかり。ワイドナショーで会った時は久しぶり、ね、久しぶり感ありましたけどね、はい、なんかこの間会ったばっかりなんでね、ちょっと喜びもありませんけれどすみません。だから今日あの、本が、ね、2冊出てるんですけども、はい、この本のことも知ってますし、はい、知ってるんですよ。あの時にも宣伝していらっしゃいましたからね。そうか、そう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 、2冊本をね、そうなんです、名古屋さん出されまして、ね、はい、1冊目は置いてきたけどまあいいかというっていうエッセイです ね、60歳からの生き方を語っていると、うん、でもう1冊がこれ小説ですね、はい、半月の夜、はい、こちらも老いがテーマになっている。両方とも老いがテーマでございます。ちょっとね皆さんちょっとピンとこないかもしれないですけども、野沢直子さんが老いっていうのがあんまり来ないでしょ、ピンとこないでしょ、ありがとうねでも着実に年齢を重ねられてるんですよね。着実に年齢を重ねて、はい、来年が、還暦です。還暦なんです。還暦に見えないから。ありがとうございます。まあ、よく言われるでしょうけど本人もあんまり自覚ないんじゃないですか。いや今までは本当になんか自覚なかったんですけど、うん、やっぱここ 2,3 年で急にぐっとなんか置いてきたなっていう感じがして、ちょっと焦ったもん で、はい、でそれでちょっと本書いてみて、でちょっと本を出すにあたって、うん、なんかいろんな方にちょっと取材していただいたりとかして、うん、で本にもちょっと書いたんですけども、あの私今のところあの還暦目前にして貯金がゼロなんですけども、うん、でそのことにみんなものすごく食いついてきてでそのことにちょっと貯金ゼロですそれでみんなが私予想以上にそのことに食いついてきて、うん、すごいなんかその取材を求めてくるのでそのことに関して、うんうん、なんかそのことに驚いてます。でも貯金ゼロって、まあ今こっから先の人生考えた時の、うん、その不安がないんですかって多分質問されると思うんですよ。そうそうそう、だけど不安なさそうなのがあると分かるからなんとかなるやろんですか。それです。その通りです。どうにかなるサロンですで逆にお金がないぐらいの方が、うん、これからも働いて一生懸命生きていこうっていう風なモチベーションになる説ですね、うん、なるほどね。だってお金ないんだから働くしかないですもんね。ないじゃんっていうやつでなんかでそう知らなかったです昨日まで、うん、なんかどうしてみんなこんなそれにすごい食いついてきて、うん、まずあのちょっと冗談で私が言ってると思ってるみたいで、うん、でまず本当ですかってなんか取材で聞かれるんですよ、うん、で本当ですって言うと必ず一瞬絶句するんですよ、ね、えって、うん、冗談じゃなかったのっていう、うん、ネタじゃなかったのっていう、でそれでなんか説明しても、でだんだん分かってきてちょっと笑うんですけども、うん、なんか私知らなかったんですけど何年か前かここ 2,3 年うち、うん、なんか老後には 2,000 万は必要だ、うん、はいはい、みたいなのが言いますよね。流行ったんですか。流行った政治家の人がそれ言って、ね、みんなそんなに持ってねえよってなったっていう。そうなんだ、はい、持ってないから大丈夫必要ないのね。多分必要ないじゃないですか困った時には言うでしょうしね。そうですよね、うん、でまあなんかそので日本に帰ってきてみたらなんか食べ物とかもめっちゃ安いし、そうですよね、みんな絶対大丈夫じゃんって思いますけど海外の方が物価高くてね、高いから今お金ないとしんどいでしょ。しんどいんですけどでもゼロですすごいな渡米してんのよで行ったり来たりしてんのよでもだから使っちゃうんですね。使っちゃう。だってそうでこれ例えばその飛行機代だってかかってるわけじゃないですか、ここ来るのに、はい、うん、でなんかほら泊まってるところのお金とか、うん、こっちでも食費かかるわけだし、はい、もちろんなんかお仕事させていただいて、うん、お金はまああの稼いで帰りますけれども、うん、でも今ちょっとご存知のように円安そ, う、ね、それでお金を送られたらすごくお金なくなっちゃうでしかも向こう物価高い、うん、一番の被害者世界で一番の被害者。全然貯金がゼロならゼロで全然生きていけるってことですよね。生きていけるんじゃないかな、なんか必要最低限さえあれば。なんかこう
誰かがくれるんですか、何かしてくれるんですか。いや別にそういうわけじゃないですけど、例えばなんか旦那の年金が入るとか、うん、そのくらいの当てはありますけど、うん、でもそれぐらいですかね。近所の人がポテトをこう山ほど持ってきてさあそれをなんか温かい交流サンフランシスコに住んでんですよ、そういう田舎に住んでるわけじゃないの。そういう交流もなし、でも物価高いとこでね、そうやっぱ不安だなと思うけど、不安に感じてないのが強いですよね。なんか昭和生まれのなんか良さ、うん、まあ変に悪いとこでもあるんだけど、なんかちょっと危機感持てよみたいな、うん、なんかところはちょっとあると思うんですけど、だからでもこういうそのなんて言うんだろう、思ったら行動に移せる人だから、だってあの若さで渡米してるんですからね、うん、日本のその、まあ、いわゆる人気絶頂というかね、そう仕事も全部落ちて私行きたいからって言って、実際どうにかなってますね。どうにかなっちゃってるからね、家庭築いて子育てもう一段落して、それで、まあ、日本とかでもなんか一応帰ってきてお仕事させてくれるっていう状況がちょっとあったりとかすると、うん、なんだ人生ちょろいなってすごいな。そんな野沢さんが書いた本、置いてきたけどまあいいか、マジで刺さりそうじゃないですか。ありがとうございます。元気でそうですけどね。ありがとうございます。そんな野沢直子さん、独立する今日のテーマこちら、はい、年齢を重ねて良かったこと、うん、はい、まずはラジオネーム猫招きさんです。年齢を重ねて良かったことは、大相撲の仕切りの時間も楽しめるようになったことです。若い時はあの仕切りの時間が退屈で、土俵に上がったらさっさと戦えってんだよとイライラしながら見ていましたが、還暦近くなった今は緊張感がだんだん高まってくる仕切りの時間も込みで楽しいと思えるようになりました。結果だけを求めて視野が狭くなりがちな若い時と違って、年を重ねて家庭を楽しむ余裕が出てきたみたいです。普段来ないようなトーンのメールですよ。普段来ないような感じなんですか。だってこういう大相撲のあの仕切りの時間が待てるようになったって、うん、どうですか。俺はまだ待てないけどな。あ、私でもなんかちょっと分かります。大相撲は見ないから、うん、その仕切りの時間がどういうことかっていうちょっと全然分かんなかったんですけどまず、うん、でもあのちょっとこうなんか気が長くなったっていうか、うん、なんか切れなくなったっていうのはちょっとわかりますね。なんかあの肩の力が抜けたのか、うん、なんか例えばちょっとなんか別に本当に結果が出なくても、うん、まあ今日天気がいいからまあいっかみたいなところはあるそれは若い時にはなかったけど、若い時じゃなかったと思う、うん、きっとなんかお天気とかもどうでもよかったし、うん、なんか一応なんか立ち止まってなんかちょっと空を見てみようかみたいななかったけど、今結構空見ますね。それはちょっと変化かも。なるほどね。続いて墨田区のトロタクさんです、はい、46歳男性の方。年を重ねると1日が過ぎるのが早いので、うん、あまり暇を持て余している時間を感じることがなくなってきてよかったなと思います、うん、トイレに座っても気がつけば30分くらい過ぎてますし、それは長いんじゃないですって。時間の流れが変わってくるの。あ、早くは感じる、うん、でも30分は長くないですか。トイレに30分は長くないですか。気がついたら30分だから、気がついたらどんだけ家族に迷惑じゃないですか。早く出ろって。そうね、選挙してね。ねえ、うん、それぐらいになってくるんだね、時間の変わり、うん、まあ、じゃあ早いですよ確かに。まだ感じないじゃあ続いてラジオネーム甘えびおじさんです、うん、年齢を重ねてよかったのは、苦手だったホヤを食べれるようになりましたそれだけ、はい、別に食わなきゃいけないもんでもないし、ごめんなさい、ちょっとそれだけちょっと共感できなかったしづらいかも。ちょっと年齢重ねたからホヤ食べれるようになるってことがあるんですか、あるのかな、ね、だいホヤって大体どういう味だったっけあの臭い魚でしょ。違う違う、貝貝っていうかね、あのこういうナマコみたいなというか、ホヤがとごっちゃになってたわ。貝じゃないですけど貝みたいな、貝みたいな形した大きいやつ。別に食わなくていいですね。そうそう、別にね、美味しい美味しい。30から食べてるんで年は関係ないかもしれない、うん、年は関係ない、はい、みんなにバッサリ嫌いじゃない、美味しいです。誰にも共感してもらえず、春菊ぐらいの感じで来たんでしょうけど、こんなに
跳ね返されるとひじき春菊は分かんだけど、ほや分かんないね。ほや分かんなかったな。世田谷クリスタルさんです。60代女性の方、はい、年を重ねて良かったこと、バスで高校生が席を譲ってくれたこと、いい子だな、親御さんがしっかりしてるかなと温かい気持ちになりました。電車やバスでどう見ても自分が一番年上だなと思うことが多くなりました、うん、みんな私に席を譲ってくれる、うん、でも夫は席を譲られてショックを受けて帰ってきました、うん、私も若い頃60代と見える男性に席を譲って嫌がられたことがあります、うん、女性は素直に座ってくれたのに男性は嫌なんでしょうか、うん、怒る人いいんだよね、なんか、あ、いるかもしれないですね。そう、譲ると怒るんですよ、うん、まだそんなじゃないって、ね、はい、譲れって教わったのに譲ったら怒られるって、うん、なんて世の中だと思いますけどね、うん、どっちしたらいいんだよっていうねそうですよ。でもまあ譲られたら確かにショックなんでしょうね、うん、なんかちょっとそういうボーダーラインの人はね、どうですか、譲られたらどうですか、野沢さんは。譲られたら私結構怒るかもしれない、ね、怒るんかい、まだ大丈夫よって言っちゃうまだ大丈夫バカにしないで泣きながら降りていくかもしれないなるほど。さあ続いて、はい、続いて八王子市のクールなルークさんです。個人差はあると思いますが年齢に抵抗するのが楽しいです、うん、若い時は年相応に流れていけばよかったのですが、うん、今はいかに無理なく実年齢より10歳若くあるかが楽しみです。これはあくまでもそう見えるかではなく自分がそうあるかです。もちろん筋トレやファッションも健康もです、うん、それより毎日老いていくのを押し返す楽しみができました、うん、へ、渋い視点だな何それ、実際にね、どういう感じなのかちょっとよく分かんなかったですけども年齢を押し返すことを楽しめるってことだ。70歳の方、私偉いかも。すごい、メールテーマ変えただけで年齢層ぐっと上がるのねあ、いつもはもうちょっと下、もうちょっと下ですね、下目の人が来て、さあ続いて東京都、はい、ランニング大好きさん29歳、あ、来た来た、男性の方です。私が年齢を重ねてよかったことは、うん、ちょっとしたことでは重ねてないじゃん、まだ確かに、うん、年齢を重ねてよかったことはちょっとしたことでは起こらなくなったことです、うん、昔は自分自身がこうあるべきだという先入観があってそれが破られると怒りを感じました。例えばお店やテーマパークで列に並んでるのに急な割り込みをされた場合など、うん、年を重ねていろんな人がいるからストレスに感じて怒るのは体力がもったいないなと思うようになったんです。今ではこうあったらいいなと柔らかく考えるようにしています。それさ、割り込みの人には怒った方がいいんじゃないですか注意を ね、 ね、それはやんわり怒った方がいいですよ、それは。そこは悟んなくてもいいんじゃない、うん、ちょっと悟るの早い、早い早い、そう、ね、やっぱ29歳ぐらいだと全然入ってこない、やっぱ70歳ぐらいの重みのある方がやっぱグーンとくるね、うん、だって29歳ってまだ全然若いですもん ね、うんね、うん、割り込む側の年齢だから、ね、そうまだ割り込んでたぐらいだと、そのぐらいの年だったら全然まだ丸くならなくていいですよ、全然大丈夫。さあお時間となりました、野沢直子さんのお書きになった本、うん、改めてご紹介します、はい、エッセイ集、はい、老いてきたけどまあいっかはダイヤモンド社から、はい、そして小説半月の夜は角川から発売中です、はい、そうです。ちょっと半月の夜だけちょっとどんな感じなのか教えてもらっていいですか。いや、両方とも、うん、老いがテーマで、うん、こっちもちょっと老いと向き合うみたいな感じで、うん、小説の方も割とちょっと老いがちょっとテーマになってるんで、はい、まあ同年代の方はちょっとまだ老人じゃないんだけど老い始めてるなぐらいな感じの方にちょっと読んでいただければなと思ってますなるほど、はい、ぜひ皆さん書店で手に取ってみてください、はい、よろしくお願いいたします。ということで本日のゲスト野沢直子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今話題のニュースを法律の観点から正木弁護士が解説するコーナーです。ではすなちゃんお願いします。はい、ハーチューさん、シミケンさんとの事実婚を解消。ブロガーで作家のハーチューさんが AV 男優のシミケンさんとの事実婚を解消したことを報告しました、うん、2人は2014年春から交際をスタートして2018年6月に事実婚を発表、2019年9月には第一子となる男の子が誕生していました、うん、法律婚と事実婚ではこう解消するときにどういった違いがあるんでしょうか、うん、はい、そもそもこの事実婚内縁関係っていうのはですね、うん、法律上婚姻法律婚に準じて保護が今はされています。
でなのでその別れるとき関係を解消するときにも特に金銭的な面に関しては同じような権利義務が認められています。例えばその、結婚している、まあ、事実婚にある間の財産を分ける財産分与、うんうん、あと年金分割、その結婚していたり事実婚の間にある間の、年金記録を2人で分ける、はい、旦那さんの分の年金記録をもらってもらうことができるって年金分割って制度があるんですが、そういうものであったり、あと認知している場合には養育費ももらえるし、あと一時的な、まあ、別れる前に一時的に別居していてもその間の生活費をもらうっていう、まあ、婚姻費用っていうんですけれども、その請求もあの法律婚の場合と同様にすることは可能で、あと浮気された場合なんかのその正当が理由がないその一方的な、関係解消だったり、そういう、向こうに正当な理由がないことをしたような場合の慰謝料請求という部分も基本的には事実婚の場合もできるので、うん、少々条件が違うところはありますが、金銭的にはおおむね同じ感じです。実はそう、知らない人多そうだな、うん、そうですね。なので、例えばその子供が生まれた時に当然にそのご主人の子供になるっていうことであったりとか、あとは相続ですね、亡くなった場合に相続権があるかどうか、これは法律婚の場合にしかないんです、事実婚の場合はないんです、相続権がないので、そういう死の面では結構違うところはあるんですが、結婚の解消という部分はおおむね金銭的には同じような扱いになります。お子さんはこういう事実婚のパートナーを解消した場合ってどうなる？ですね、婚姻をしてない場合には、出生した時からも初めからお母さんの戸籍に入ってます。あ、なるほど。そうね、あのお父さんは認知をしたら、まあ、認知をしたってことが記録されて、そこで初めて法律上の親子関係はありますが、はい、別にあの事実婚をしたからといって戸籍は一緒にならないんです、入籍してない、あの法律婚してないので、戸籍は別々のままなので、子供はお母さんのところに入ったまんまだし、お父さんはお父さんのまんまだしという、今までの状態が続くという形になります。一応解消しましたっていう、まあ発表今回した形ですけど、うん、そうですね、なんか手続きみたいなものはあるんですか？事実婚に関しては基本的にないです。お話し合いをして別れるという合意をするか、もしくはもう一緒に住む気がなくなって別居しちゃったら、その時点でも関係解消というふうに評価がされます。法律婚の前にやっぱ婚姻届の提出だったりとか、離婚判決が確定するとかっていう手続きがありますが、そこの手続き面だけが大きく違うのが事実婚になりますね。まあ、お互いがね事実婚解消だって言ったらもうそれは解消になるんでしょうけど、片方がうちは解消、いや解消してないってなった場合は揉めそうですね。そもそも内縁関係って婚姻の意思を持って夫婦同然の同居生活を営んでるってことが要件なので、あ、じゃあもう営んでない時点で解消、解消って評価されてしまうということになります。これがやっぱ大きく違うところになりますね。なるほど、はい、知っててよかったね。なかなかこの事実婚のことっていうのはそんなに聞く機会がないですもんね。そうね、特にもう普通にこう法律婚してる身としては、はい、なかなかそっちのお勉強するタイミングがないですもんね。そうかもしれないですね、はい、お金の面ではなんかほぼ同等っていうのはなんかびっくりしました ね、はい、さあこのコーナー取り上げてほしいニュースを募集中です。以上今週のニュースもう一本でした。田村敦史のニュースクラブ、そろそろお別れの時間となりました。来週は文筆家の古谷恒平さんとジャーナリストの鈴木エイトさんをお迎えして、圧力に屈することなく追跡3000日、安倍元総理と統一教会の真実というテーマでお話を伺いたいと思います。今日も、ツイッターたくさんありがとうございます。ボン様さん、田村敦史のニュースクラブを途中から聞いてこのゲストの人誰だろうと思ってたら弘中アナじゃん、ビッグゲストじゃんね、驚いてますね。ぜひ最初から聞いていただきたいなと思います。まじまじさん、弘中アナお疲れ様、声聞いてたら胸いっぱいになったわよ、シェイクでも飲んでくるどういうことだろうか分かんないけど、まあ、すっきりはしますかね。弱酸性とゆきさん、弘中さん山口県の過疎化対策を質問まあその過疎化対策の返事にもなってなかったんですけど、まあ、山口プライドを、ね、捨てることが、ね、大切かなと。いや、いろいろ聞きたいことがあったのに、まさかそれが最初に出てくるとは思わなかったです、ね。そうね、俺県知事かなんかだと思ってるのかな俺に聞く話じゃないんだからねまあ、まあ、こちらメールご紹介しますね。ラジオネームなし、あ、なしさん、いつもためになる放送ありがとうございます、うん、先週の放送で聞いたやり方でパスタを茹でました、うん、あのはいはい、もう余熱で、うん、茹でるみたいな感じですね、うん、ちゃんと
茹だっていたのでびっくりです、まあ、ちゃんと茹で上がっていたってことですかね。アルデンテできたのかな。かなりガスの節約になります。伊藤家のお株を奪うような情報番組です。これからも応援します。伊藤家もやってないし。え、そうだ、俺やるって言ってたのに忘れちゃったわ。それ検証するって言ったのに追われてるな。時間に追われてるわ。レトルトカレーを振って食べるとなんか混ざって美味しくなるみたいな、僕検証しました。あ、検証した、どうだった。検証しました。味はね変わんないです。味は変わんないですけどね、振っとく分、うん、ルーが出やすくて、うん、最後のこうなんかこうちょっとこびりつくやつあるじゃないですか、はい、あれがねほとんどなくなった。なるほど、中でちゃんと混ざるってことね。中でちゃんと混ざってて、じゃあ振ることの意味はあったと、うん、なんかかけやすくなったっていう意味では、あ、今後もやっていいなっていうかやろうと思いました。ちゃんと絞り出す時に分離して出てくるもんね、うん、後半が、うん、そうだ、あんまりねこうギュッギュッギュッと丸めたりしなくても結構出る、スルスルスルってスルスルスルって大体出てくる。あ、これはと思います。ああ、味は同じです。まあやってみないと分かんないからね。さすが検証するあたりが偉いよね。うん、なんでそれオープニングで言ってくれればよかったのに。あれ検証してきましたよっつって。いや、まあ絵の話もパスタもやってもらっていいですか。パスタ も,、ね、パスタもやろう。パスタやってくださいよ。自分がうるさいからっつって。パスタやってください。ということで、はい、田村敦史のニュースクラブ、また来週です。さよなら。さよなら。